まあ、歌とか占いもですね、安定しないので。あと、まあ、ネットで収入を得るために簡単な方法は何ですかと聞かれました。あと、本業にしたいんですけれども、と。まあ、配信で稼ぐことを本業にしたい。また、引きこもり、自分は引きこもりなんですけども、本業に、ネットで本業にしたいんですと。まあ、翻訳で自分は得意なので、まあ、英語とかですね、フランス語とか、稼ぎたいというようなご相談もいただいてます。まあ、いずれにしてもですね、ネットで収入を得る、まあ、簡単な方法っていうのは、ないんですよね。で、本業にするんだったら、なおさら大変で、まあ、ただですね、普通のリアルビジネス、いわゆる店舗とかですね、会社を実際に作る、店舗ビジネス、リアルビジネスっていうのはもうもちろんお金もかかります、時間もかかるので、ネットはそれよりも全然楽なんですけども、やはりですね、ノウハウ、正しいやり方で続けるってことが大事です。ただ、やみくもに続けるっていうのは、全然うまくいくことではないので、正しいメンターを手に入れて、最速で学ぶ。そして、